皆さん、こんにちは。篠犬の篠崎です。大学で教員をする傍ら、通信講座、篠犬の日本語教育能力検定試験対策、それから日本語教育ビジネスの力をつける篠犬サロンビジネス実践部の運営をしています。今回はですね、願意的普遍性はキャベツの千切りであるという話をさせていただきたいなというふうに思います。検定試験の内容ですね、すべての言語が共通して持っている言語の性質を、 言語の普遍性と言言いますで言語の普遍性の中にもいくつか種類があるのですがその中にですね、願意的普遍性というのがあるんですね。願意的普遍性とはある特徴を持つ言語がその特徴に付随して別の特徴も同時に持つことを言います。これらは言語類型論に出てくる重要なキーワードですので特に検定試験受験予定の方にとっては必須の知識です。もちろん 篠県の通信講座でもししっかり解説しています、まあ、とはいえ初めて耳にした方にとっては、まあ、にわかに理解しにくいものかもしれませんね。えー、ここで言う別の特徴はその言語が持つある特徴とは別の特徴という意味です。えー、例えば、外、え、位、ー、的不変性には次のようなものがあります、えー。これはですね、グリーンバーグの不変性4というものがありまして、えー、偶然をはるかに超える頻度で、 SOV の基本語順を持つ言語は公知詞を持つというものですね公知詞とは、まあ、名詞の直後につく節字のことで、まあ、日本語の助詞がそれに当たりますつまり SOV すなわち主語目的語動詞の語順という特徴を持つ言語は、まあ、それだけではなくてほぼそれにくっついて公知詞を持つという特徴も含み持っているというわけですね こういった性質のことを願意的普遍性と言います。例えて言えば、豚カツ定食におけるキャベツの千切りですね。豚カツ定食の特徴は、もちろん豚カツがあることですけれども、大抵の豚カツ定食には、偶然をはるかに超える頻度でキャベツの千切りが添えられています。まあ、別にレタスでもクレソンでもいいようなものですが、なぜか偶然をはるかに超える頻度でキャベツの千切りがあるわけですね。つまり、豚カツ定食は、 えとんかつがあるという特徴に加えてキャベツの千切りがあるというおまけの特徴も含み持っているわけです。これを的普遍性というわけですね。えいかがでしょうか。まあ、久しぶりにとんかつ定食で熱く語ってしまいましたけれどもですね、まあ、言語学でいうととかく理屈っぽくてですねやたらと難しくて、まあ、そして何気にカビ臭いそんなイメージがあるかもしれません。まあ、確かに大体そんな感じですですすが それでも、その藪の中をですね、か、まあ、き分け、かき分け進んでいくと、ある瞬間からパーッと目の前が開けて、なるほど、そういうことかと、納得の嵐が脳髄を駆け巡るような発見があったりするんですね。えー、ランナーズハイならぬ、言語化物ハイと、若、ま、干、あ、言いにくいですけれども、<laughs> えー、そこまでくれば、まあ外的不変性などという七面倒くさい用語を見ても、あ要は、とんかつ定食の横のキャベツの千切りみたいなもんなんでしょと。 というふうに、まあ、生活レベル、我々の比喩でですね、まあ、インテークに落とし込むことができるわけです。言語類型論は、えー、地球上のすべての言語をですね、まあ、超官図的に、まあ、つまりは、えー、超上から目線で論じる、言うなれば、言語の神様ですね、えー、その神様の横に鎮座して、下界のもろもろの言語を眺めてみるというのも、なかなかおつなものです。はい、では、日々成長につながる今日の問いかけですね。一見難しい専門用語を わかりやすく例えた例を一つ考えてみましょう今日も日本語教育を楽しみましょう